これ一回ゴール方向決めて帰るってもありなんですか？帰っても OK。 どっちでもいい。どっちにしても OK。 どっちが空いてるかを判断しましょう。で、さっき藤井君が言ったように駆け引きでわざとこっち寄せて、ディフェンス寄せて反対方向に行くもん。じゃあ行くよ。じゃあ10点選手にしよう。10点選手、10点取ったら分かる。はい、いいよ。どっちでも OK。 いいよ、あれ、いいよ、いきます。打ったらすぐパスはしいからね。ボールが蹴ってもらって OK。 OK、 次2対1、もう2対1、 OK、 2対1、 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 OK。Yeah!